今日3日目17日ですね、9月17日の朝3時44分ぐらいだと思います、私贅沢にも一泊いたしましてパッタルン駅に来ております。こんな時間に始発の列車に乗ってですね、このパッタルンがですね、またいい感じでですね、後ろにですね、切り立った岩なんかありますけど、この暗さでは見えもしません。いい感じの駅なんですが、もちろんこの時間無人駅ですね。んで、始発に乗ろうと思ってるんですけど、見事に人も、何もいません。であっちにですね、ご飯とか食えるとこがあったんですけど、全くないですね、本当に。つかあのネオンなんだ、うわ気になるけど、あそこまで歩くのめんどくせえ。どうせ人がいた、うわ雷だ、鳴るぞ。そういったところで、私はこのパッタルン駅行って、暗くて何が何が何が何だか分かんないでしょ。パッタルン駅です。うわむっちゃ暗い、ネオンも多分人はいません。というわけで朝のパッタルン駅、誰もいないパッタルン駅からお送りいたしました。ほら切り立った岩がすごいでしょ、見えないけど。列車が出る時間になったんですが、駅のホームですね、ちょっと分かりにくいと思います、かなり分かりにくいと思いますよ、駅のホームです。乗客がですね、結構10人ぐらい集まってきてる感じなんですが、まだ列車来る気配ありません。ちなみにですね、さっきですね、そこの車両、あ、見えない、暗い、あ、これ、この車両です、ちょっと見えますね、こう止まってる車両があったんですが、ここから人が眠そうな顔して出てきました。ということは、ホテル取らずにこの駅のこの列車の中で夜寝ちゃってるのもありですね、と。今日また一つ私はですね、新しい知識をですね、この土地の皆さんに教えていただいた感じです。というわけで、4時4分のですね、17日4時40分のパッタルン駅構内より、のぼりちゃん41歳児が、お届けいたしました。それではまた改めて。のぼりちゃんです。結局ですね、ただ、というのはですね、もちろんタイ人のみということで、一応切符を買いました。4時に来るはずのですね、列車が遅れてますので、この列車は、6時発の列車なんですけど、切符を買いましたが、お前後ろの方は2等席だから乗るんじゃねえぞと、なんだっけ、前の方に乗れと言われて、今後ろの方から席を確認してるんですけど、これは2等なんですかね、ここはね、ここだったらちょっといいんですけどね。で前の方に乗れって言うから、前の方は、ちょっとここにギターを置かせてもらったんですけど、前の方、このなんかあまり見たことないような感じのこの席が3等なんですかね。それと前の方だから一番前に行ってみようかなと、こう一番前を見てみると、一番前は一番前で、なんだろう、このシートじゃねえだろうと、これはちょっといいシートだぞ、これ2等じゃねえのかと、まあそんな感じで僕はどこに座るんだろうといった感じです。1,2,3,40先生ぐらいか、どれだろう。出発予定時間から40分以上経ち、駅の電気もついたんですが、かなり明るくなったんですが、列車が来る気配はありません。でも人が多くなってきましたね。もしかしたらこのまんまに止まった列車が出るのかなと、電気もついてるからとは思うんですが、ちょっと見ていきましょう。なんて書いてあるの、ラットチュア、ラットチュアエコン隊、クンドマイフリー、政府はタイ人をサポートするために、ですね、列車タダと、なんかタダで乗るという話をさっきからですね聞いてるんですけど、それすごい匂いがするんですけど、レーサーバンナクーラーカップ青パイカイラーカップ青パイカイラーカップ青パイカイラーカップ青パイハジアラーカップカニラーカップカニラーカップマーマイチャネハップマーマイチャネハップマーマイカピオクネハップTCP ハーシーシー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 ハ
はい。はい。ごめんなさい。はい。どうぞ。おお、はい。ごめんなさい。うん。はい、はじめまして。まさに。はい。はい。ขันนี้ก็ได้ขันนู้นก็ได้ขันไหนเร็วกว่าขันไหนออกเร็วกว่ามาครับใช่ไหมครับ一気に情報が入ってきました。いやすごいね、あの小ぶみかんの葉っぱはですね、ハディアにあのおばさまが売りに行かれるそうですという、その情報じゃなくてですね、ですね、あっちも行くと。でも早いのは、早い時に行くには早いのは、なんか5時頃来る列車だろうと。5時頃って言うと、俺4時前から待ってるんですけどね。全然来ないです。時刻表には4時4分のやつがあるんですけど。というわけで、朝のですね、5時ちょっと前のパッタルン駅から、のぼるちゃんがお送りいたしました。6時ぐらいになってるんですけど、今止まったこの国際急行寝台列車に、あっさり抜かれそうです。ね。これちなみに6時発車です。三等席に。ようやく出発してくれました。ありがとうございます。これからですね、南部ソンクラ県のハーディアイに向かってですね、行きます。ご飯結構食べたんですけど、朝ご飯ですね。ハーディアイでは結構名物のですね、あ、うるさいな警察の車。ハーディアイではですね、ぜひ名物のですね、唐揚げを食べていきたいと思います。ありがとうパッタルーン、僕がまた帰ってくるよここに。聞こえますでしょうか、南部はほらこんな感じですね、自然が非常に豊かな感じです。向こうには山もあります。主にですね、ゴムはですね、生産品です。今宵あなたと僕の間に薄い壁を作るゴム製品も、こちらのゴムの木で作られているかもしれない。ああ、ゴムの木あそこにあった。あっちか、ごめん。あれ、里屋市だ。